皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、マルティネス選手をピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけでなんで今更っていう感じかもしれないんですけど、近々ファイナルミキサーありますよね。そこでなんか結構、ツイッターとか見てるとマルティネスかけるっていう方がですねいたんですけど、まあ、そこを本当にかけていいのかなっていうふうにですね個人的には思ってるので、今回ですねマルティネスの強さと、あとはねお相手としては強い方とですね、マルティネス対戦して、結構抑えれた試合があったので、その試合を見ていきながらですね、試合の後にどういった感じで抑えれるっていうところをですね話していけたらなというふうには思っております。それでは早速マルティネスの能力を見ていきましょう。球威74、制球77、スタミナ76というところで、まあ全体的に高いですね。で、まあ球種見ていくと、ストレート、カットボール、ドロップカーブ、チェンジアップに、ツーシーム、スパイクカーブというところで、個人的にはですね、まあ、ツーシームっていうよりもドロップカーブとスパイクカーブの投げ分けっていうところがですね、まあ変化量の差は小さいんですけど、その小さいところがまあ逆に良かったりするので、まあ結構強いんじゃないかなというふうに個人的には思っております。まあ特徴としてはスパイクカーブは結構斜めに落ちますよね。で、ドロップカーブはちょっと縦に落ちるっていう感じで、そこでですね、変化の差が生まれてくる。で、まあそういったところで抑えていくっていう形になっていくんじゃないかなというふうには思っております。で、まあ特殊能力見ていくと、超コントロール20丸、タイピン近いというところで、マルティネス選手の球種にぴったりな特殊能力なんじゃないかなと。結構コントロール大事なんで、マルティネス選手はですね。で、まあさらにタイピン地で、結構変化量変わってですね、打ちづらくなるところなんじゃないかなというふうに思うので、マルティネス選手ですね、とりあえず、練習戦のところでですね、どういった配球していくのかっていうところを教えていけたらなというふうには思っております。はい、ではまず右バッターなんですけど、まあ右バッターはねちょっと結構難しいかもしれない。結構左バッターの方が攻めやすいんですけど、まずドロップカーブを入れに行くとかですね。はい、これ打ってきましたけど、いやもうちょっとそんなすぐ打たないでって感じなんですけど、まあちょっとね相手がコンピューターなんでですね、なんとも言えないんですけど、でまあ逆にドロップカーブじゃないとですね、このスパイクカーブだと外れるんですよね。さっき同じところからドロップカーブ投げたと思うんですけど、これは入るんですけど、スパイクカーブは外れると。いう形になるんですよね。逆にもインコースでも全然いける。ドロップカーブだと入らないところで、スパイクカーブだと入るところとか、まあ、そういった形で攻めていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあ左バッターですね、左バッターも一緒ですね、さっきともうほぼ変わらない。ドロップカーブだと入らない、こういった形ですね。で、まあ、スパイクカーブだと入るっていう形で、はい、こういった形で攻めていくとですね、結構抑えれるんですよね。まあ、自分はもう本当この配球しかしない。基本的にはもうチェンジアップ押しちゃいましたけど、投げないほぼ、でもう本当、まあ、決め球はドロップカーブになるかなって感じですけどね。スパイクカーブでカウント取ってって、ドロップカーブでボール球振らせるっていう形が一番いいんじゃないかなというふうに思っております。それでは早速なんですけど、この間の、ライブ配信で結構いい試合が取れたので、その試合を見せていこうかなというふうには思います。あー、なんかめちゃくちゃ強そうな人来たな。いや、マルティネスじゃきついよ。まあ、たまにね、抑えてくれるけど、マルティネスはね。まあ、6本。どうかな。どうかな。6割、6分6厘か。ってことは下がるじゃん。何6本打って下がるって、もうわけわからんわ。どんな世界やね。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている柳田。ヒットでランナーを1塁に置いています。厳しそうやけどね、ちょっともう。さあ2球目は何か。ナイスボールですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。打ちました。入るか、ちょっと入れたくないけどね。ピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあ、タイピン。さあ、そして打席には村上が入っています。ランナーを得点圏に背負っています。まあ、こう取れるよね。セカンドランナータッチアップ。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここもしっかり抑えてこのピンチを出したいです。取れるよね。レフトに上がったタッチアップ。おー、ナイス。あれ割れてねす。いいじゃん。相手6割8分ぐらいあったよね、打率。おお、割れてるんです、強い。くわ、きついね。取れる。
おお、マルテネス強くね。バッターは7番に入っている坂本。マルティネス、まずは先頭バッターを打ち取っています。あ、まあまあまあ、バッターランナーは2塁まで進みました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには外崎が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、このピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですよね。バッター浅村さん、広角でいますね。2球目は何で来るか。強いね。そして打席には古田が入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えるという、あら、さすがにちょっとストライクすぎたな。いやー、きつ。さあ、初球は何か。よー、マジか、勝ったわ。ナイス。でもマルティネスが強いね、この試合は。うん。いや、ナイスナイス。はい、ではマルティネス選手どうでしたかね。まあ結構いい感じで抑えれてたんじゃないかな。まあもちろんね、カーブっていうところは捉えやすい球では、まあ捉えやすいっていうかミートしやすい、なんていうかな、打ちやすい球ではあると思うんですよね。ただ捉えれるかって言われたらきちんと流さないと飛んでいかないですしね。今日の試合も結構センター前ヒットが多かったんじゃないかなと、今日見せた試合ですね。まああれは結構タイミングはちょっとずれてるっていうかね、まあ本当なら流した方がいい球だったりがあったと思うんですけど、それがセンター前でヒットになってるというところでは結構まあ打ちにくそうにはしてたんじゃないかなというところと、あとは結構カーブで打ち損じてくれて、外野フライっていう、まあ外野ライナーっていうところが結構多かったので、まあそういった形で抑えていくのが理想。まあ一番はボール球を振らせてですね、いくのが理想なんですけど、まあ振ってくれない方でも結構ドロップカーブ、スパイクカーブ打ち分けれるっていう人は結構少ないんじゃないかなというところで、まあそこで打ち損じで外野ライナーとかなったりするのでですね、まあ今日の試合みたいにですね、まあそういった形でマルティネス選手、結構強いので、まあちょっとね、ファイナルミキサー、考えてる方はもうちょっと考えた方がいいかもしれない。で、まあプラス、自分の先発だと、千賀さんが中継ぎで使えるので、マルティネス選手先発入ってるんですけど、中継ぎ千賀さんを持ってなくて、斎藤さん、荒垣さん、和田さん、東山さん、千賀さんを持ってるっていう方はもしかしたら、ファイナルミキサーにかけてもいいかもしれないですね。まあそこは、先発揃ってる揃ってないとか、中継ぎ揃ってる揃ってない、まあ千賀さん中継ぎの持ってるとか、まあ、あとは斎藤さんとか荒垣さん持ってない方とかはですね、特に残した方がいいのかな、マルティネス選手はですね、というふうには思っております。まあ本当自分のオーダーと相談しながら、まああとは本当に、持ってない選手で本当にその選手がいるのかっていうところですね。例えばまあ選手名鑑見ていくんですけど、今自分の未所持の選手はこんな感じなんですけど、おのおのですね、未所持のポジションあると思うんですけど、その選手が本当に必要なのかって、本当にする必要あるのかってファイナルミキサーですね。まあ、もちろん被ってる選手とかどんどんかけていっていいと思うんですけど、例えばマルティネス選手みたいにまだちょっと使うかもしれないなっていう選手をファイナルミキサーでかけていくっていうところはあんまりいいとは言えないんじゃないかなというふうには思っております。なのでまあ本当このですね、選手名鑑自分の持ってない選手と見比べながら、その選手が当たるっていう保証もないですしね、狙いが多かったらまあファイナルミキサーかけてもいいと思いますし、まあ例えば過去シリーズのバレンティンとか結構かけようか迷ってるっていう方多いとは思うんですけど、まあそういったところは本当にね、自分が持ってない選手が本当に必要なのかっていうところですね。あとはまあ来シリーズ出そうな選手とかも、どうかな、まあ能力が変わっていすることもあるので、まあファイナルミキサーまあかけれる選手はどんどんかけていっていいと思うんですけど、まあそういったところでですね、まあちょうどいい塩梅のところを探していくといいんじゃないかなというふうには思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではイズでした。